配信始まった。今日も来たよ。ありがとうだよ。ゆうさんありがとう。なんだっけ、流れ星流星群ともです。そう今日ね、そうアッキーさんありがとう、おめありがとう。ツインテールかわいいでしょ。そうあのね、すごいちょっと前なんですけど、マツパ行ったって言ったじゃないですか。すごいまつげの調子良くないっていうのを言いたくてちょっと近寄ってますなんです、めちゃくちゃ良くないですか。これマスカラしてないんですよ。すごい女の子すごい女子力高めの発言ですけどそうすごい良くない。なんかだからマスカラ塗ったらなんか昨日の公演の時すごいね、ババチーってなってそうなのよ。多分公園で踊ってる姿初めて見た。どうでした、ヒロトゥーさん。じゅんちゃんかわいい、ありがとう、ありがとうです。バッチバチ、そうですよ、バッチバチいいねポニーテールかわいいです適当なこと言わないな。マツパどのくらい持つの。マツパはね、なんかお店にもよると思うけど1ヶ月くらいかな。でも私結構下がりまつげとかあのマスカラとかなんだろう、公園とかで汗かいたりしちゃうと結構落ちる頻度ってなんか髪の毛のパーマとかと同じで早くなっちゃうから、1ヶ月ないくらいね。でも結構持つんですよ。ハマさんありがとう、タコちゃんこっちです、こんばんはです、こんばんはあ、今日寝ちゃうの起きてよよ。今日から B さんの28時申し込み受付が始まりましたねすごいロボットみたいな見方になっちゃったね、始まりましたね。ぜひオンラインでも、オンラインはあの一部売り切れちゃっているんですけど、ありがとうございますお願いします、オンライン、お話し会直接のどっちも待ってますお願いします、待ってるよ。ちょっとでも気になってる方、なんか話足りないかもとか思ってる方よろー。サティさんどうも、くまちゃんありがとう、くまちゃんです。やびちゃん髪パーマ当てないの、当てないよお願いします、後悔させないのでぜひ来てくれると嬉しいです。ストッパー、ああなんかそんな感じ。そうそう、私あれなんですよ、結構癖毛で、猫毛っていうんですか、なんだろう、根元がね結構うねっちゃうというかそういう感じなんでかけてますね。唐揚げさんありがとう、なんだっけ、欲しいまた買い足すしか、買い足すしかありがとう。前もくせ毛、お、そうかなまあでも仲間ですね白熊さんハートどうもどうも、つけ麺さんありがとうございます、欲しい今日みたいな雨の日大変なんだ。あ、なんか今日雨すごくなかったですか。そう、私今日あの部屋の掃除してて偉いねそう、あの部屋の掃除ねしてたんですけど、でなんかちょっとこれは一気になんだろう持ちきれないなって思って、ちょっと何回かに分けてゴミ捨てに行ったんですけど、そうあのね、もう本当にもうおおってぐらい、そうもうなんかなんて言うんだろう、なんかゲリラ豪雨とかじゃない感じというか、そう偉いねありがとうそうもうすごいんですよ、超偉いじゃん。でもまあね、そうなんですけどなんかもうなんか
ジャ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 みたいな感じの雨で、そうびっくりしちゃった、えーと思ってそう偉いでしょうだが断るありがとうタコちゃん、こっちです、掃除したから雨降ったってことってどういう意味ですかそれ。ぷーちゃんさんおめありがとう、白熊さんハートどうもどうもです、どうもどうも、えらーいそうバケツひっくり返したような、うーんなんかもう鋭い水って感じだったと思う。濡れたりはあのもう六冠のダッシュより早くね、あのダッシュしたんで全然ちょっと濡れた程度だったんですけど、そう晴天の霹靂、それ意味違くないですかそうあの六冠よりね早く走れるんで私、天気予報雨行ってなかったのにね、そうだっけ、天気予報は全然見ないな、そう姫のっちさんありがとう花束そうびっくりしちゃった、でもうびっくりしすぎて本当に、なんかこんな雨降ってたっけと思って、姉ビームに写真送ろうと思って、あの雨すごいよっていう写真を、そしたらなんかあの晴れ渡ってて、そうあのもうなんだゴミ場ゴミ捨て場に行ってからあの自分の家戻るまでにあの晴れてたんですよ、そうそう通り過ぎたのちょうど、それでなんかね綺麗な虹がね出てたんですよねそうだからなんかすごい30秒間の間雨降っただけみたいになっちゃってすごい、でも本当に綺麗な虹がね本当にあの二重にねかかってたんです、虹がね二重にね、わかります、意味虹取れた取れた虹があの二重にねかかって、そうあのねアネビームにも LINE 送った時に二重だよって言ったんですよ、よく見てみたいな、そしたらね何それかけてるのって言われて全然面白くないって言われ見ちゃいましたね、100点わおサティさんありがとう、星待って、西の瓜ってスイカですよね、ありがとうございます、スイカさん60日おめ、姫のっちさんありがとう、だるまぷーちゃんさんもおめありがとうありがとうです、え反応しない、なんか最近反応しないんですよねたまになんでだろうね、どうもありがとうございます、だるまちゃんだるま畑や、どうもそうね、ね本当にすごかったですね雨、ご機嫌斜めの iPadちょっとうまいねいいですね、ちょっと好きですよ私それうーん87点です、ありがとう、まただるまちゃん、姫のっちさん、白熊さんもどうも、アネビーム200点、まあね、よき、お二重の虹はね、二重の虹はね幸運だからシャメ取って携帯の壁紙するという、あそうなの、へえそうなんだ、おえ全然知らなかった、なんかじゃあもっと角度とかなんか決めとけばよかったかも、なんかその写真撮って部屋に戻った後にの二重になってるの気づいたんですよ、あの虹がね、そうそうなんですよ、姫のっちさんありがとう、だるまちゃんだるま畑やありがちょうみやみちゃんこんばんは、今来ました
ありがとう。はい。すごいポニシュシュで崩れ落ちちゃったみたいですけど、あのツイッター監視してって言われたんで知ってますよ。大丈夫ですか？甘がみ。ね、もっと見ればよかったですね、ちゃんと。あれですね、日頃どんなこともきちんとん、ま、学ぼうみたいな。何言ってるか分かんなくなっちゃった。あ、ダブルレインボー一度見たことある。おー、いいねいいね。そう、もっとなんか背景とか気にすればよかったね。え、姫のっちさん、たくさんありがとう。だるまちゃん、やしたんさんもありがとう。たこちゃん、ごちです。やしたんさんありがとう、おメモ。すごい、もう60日ですよ皆さんね。60日、早いね。配信始めてからというかね、60日。今日は何時まで？今日はね、半までやろうと思います。夜です。ちょうど15分になったらシール開けようかな。監視ありがとうございます。どうも。みやびちゃん、今日めっちゃ綺麗じゃない？気のせい。お、今日めっちゃですか？あれ、今日もじゃないんですか？いやいや、あの多分歩いてむくみとかが取れたからだと思う。ゴリーラさん、おめありがとう。姫のっちさん、ありがとう。だるまちゃん、たくさんどうもです。500個、あ、ご規制だけにみたいなね。すごい、さえ渡ってますね。やっぱさすが60日っていうのありますよね。今日は特にありがとうだぜ。いつも可愛いぜよ。サンキューぜよ。うちの会社今週いっぱい、あー、例の影響でお休みになっちゃった。あら、じゃあでも逆に言うと、まあ満喫しましょう、休みを。ともちゃん、ハートたくさんありがとう。まさりんさんも星ありがとうございます。でもちょっと角度を変えてみてる。トースト食ったと、食べたとです。ツイッター見てくれたんだ。そう、あのレトロな感じの喫茶店というか、なんだろう、カフェ、カフェと喫茶店の違いってどっちなんだろう。15分、あ、ありがとう。それじゃあシールをパラパラするんですけど、先60日、ありがとうございます。おめ、ハマさんありがとう。ありがとうございます。あ、50日になっちゃった。60、ありがとうございます。みんながねこうやってコメントしてくれてるから続けられるんですよ。ありがとう。ゆうさんもおめありがとう。じゅんちゃんもおめありがとうございます。イエーイ。ありがとう。お、ゆうさんどうも。なんだっけ、流星群。ハマさんありがとう。タコちゃんも、メノッチさんありがとう。星、雪見大福さんおめありがとう。それじゃあパラパラしていくんで、ストップよろー。パルコのちいかわランド行ったー、見た、ありがとう。ともちゃんありがとう、おめ。白熊さんもハート、どうもです。それじゃあ、それじゃあ、そう、ちょっと全然開かないんですよね。お、いいんじゃない？これ分かりますよ、私。どの話か。これです。もうちょっと近い方がいい？これよ。探してみよ、元に戻る方法。
これあれですね、あのちいかわたちが入れ替わっちゃった話なんですよ。そう、多分その時の話のコマだと思う。で、後ろが欲しいものリスト、また来た。可愛いよね、かぶりなしです。初めて初めて、初見。そう、欲しいものリストですね。そう、これ本当に毎回欲しいものリストね、ある出た時全然思い浮かばなくて。あ、だからちいかわ喋ってるの。そうそうそう、そういうことよ。ちいかわっていつもふーとかしか言わないんですけど、そうそうなんですよって感じでした。ありがとう。ありがとうございます。ちいかわの単行本あんなに大きいと思わなかった。結構大きいですよね。いいよね、いいよね。転校生みたいな。あ、もう転校生といえばね、私の大好きなね、タイのドラマがあるんですけど、転校生なのっていう、もうあの私、ね、メールでも何回も言ってるんですけど、そう本当に大好きで、そのドラマ、そうシーズン3が始まるんじゃないかみたいな匂わせを主人公のあの女の子役のナノ役の女優さんがしてらして、そうだから本当にね、ちょっともうワクワクが止まらないんですよ最近。なんかそわそわしちゃうの。っていうのを言いたくて、ショールームではあんまり言ってなかった気がする、この話は。つけめんさん、おめありがとう。ありがとうです。そうそう、初耳、あ、よかったよかった。そう、めちゃくちゃ可愛いの本当に、そのナノ役の方本当、そうチチャーさんって言うんですけど、そうめっちゃいいですよ。元隊長さん、ありがとう、ハート、ありがとう。宮尾おじさんが顔出してる。え、でもその方ね、あのまあ年齢ってまあなんだろう、いい意味でとかでだと、まあただの数字とかじゃないですか。まあでもなんかその方、まあ学生転校生っていうだけあって、その学校が舞台なんですけど、そうあのね29とか30代の方なんですよ。そう主役のその女の子役の方、そうすごーって思って、普通になんか私本当にあれなんですよ、最初全然何もそのなんだろう、主役の方の名前知る前とかから普通に10代の方だと思ってたから、そうえっと思って、そうタイ語わかるんですか。いやなんかね、あでもちょっとねわかるようになってきたけど、字幕で見てます。そう字幕で見てるから、なんか本当にうんとか。そういうね、コップンカーですよね。ありがとう。そうそういうのは分かるようになってきた。そうなんですよ、若く見える。そうもう本当になんか若く見えるってレベルじゃなくて、えと思って、本当に本当は10代なんじゃないって思うくらいなんですよ。そう青春ドラマではないかな。あ、ちかこさんありがとう、流れ星。ありがとう。ドンキのチーカは大切にしてますよ。ありがとうね。ね、大変だったで昭和で、ね、ありがとう。そう私もね、いくつになっても制服が似合うような感じにしたいですね。タイのドラマとか珍しいね。あ、見るのがですか。そうあのね、もう本当にその主役の女の子のビジュアルに惚れて、あの見始めたんですよ。でそしたら普通に私が好きな内容だったみたいな感じだった。そう運命ですね。もう本当にもう、あ、ありがとう。え、タワーですよね。タッタワー、
タカさん、ありがたわありがたわミームです。お礼を先にじゃあ書いちゃいますの寿司しますね。ありがとう。しかもちゃっかりというか私のアバターじゃない。ありがとうよし、ありがとう。この丸文字みたいなのってね結構難しいですよね、下書きなしで書くの。タワーありがたわ、あ、60だからこうか。これをありがとう。ちょっと間が空いたんで、口が開いちゃう待ってね、もうちょいで終わる。1,2,3,4,5,6みやびよりよし。あ、最近1ヶ月くらいこのアバター、ありがとう、嬉しい、おめでとうございます。私がもうちょっと後ろか、ありがとう、ありがたわー。良きかな。スカイツリーにも見える確かにね、青色だからね。ありがとう。ツリー光ってる、そう光らせてる。ハートとかにしようかと思ったんですけどピカピカにしましたありがとう。バンバンバンさん、尊い、どうもです。サンキュー2ヶ月ってすごいですね。あ、そっか、2ヶ月ってことか今更、ありがとう。よき OK、 ありがとう、ありがとうございます。イエイどうもどうも。そっか、2ヶ月なのか、すごいね、人ごと2ヶ月か。まあでも2ヶ月ね、私の誕生日までもあと2ヶ月か。うんね、継続してますね。ねえ、すごい消化の音が鳴っちゃうみんな夕飯食べました？昨日がポニーテール、今日がツインテールとか最高ですね確かに、両極端とかあれだね。揚げ物解禁、そうですよ、2ヶ月後もうマックのフライドポテト待機ですよオムレツ食べた、え、おしゃれあ、夕飯今から、あら、ぜひちゃんと食べてね。服が清楚、服がなんですか。私はね清楚系ですよ、ちゃんとみゆさん、ありがとう、おめどうも。お蕎麦食べました、え、同じだ、私も蕎麦食べた、美味しいよね。なんか定期的に食べたくなっちゃうというか、私小さい頃からざる蕎麦とかがめちゃくちゃ好きで、そうそうなんですよ。ケンタのチキン、あー、いい
ね、いいね、いいね。エリカはいいでしょ。どんぶり、あーいいね。んー、28って何？ウィッチカツ、ウィッチカツね運命ですねみゆさんありがとう、おめ。チェンさんありがとう、おめサンキュー長野だけに信州そばではなかったんですね違う、普通のコンビニのうどんよりそば派。でもそうかも。リナも配信でそば食べてた。今日？なんかそばデーですか今日ねあ、そうめん食べる頻度かなり増える。そうめんか。でも私食べてないですね今年。去年とかも食べてない気がする。そばでそう、あなたのそばでね、そばを食べるでーってさえ渡っちゃってね。仕方がないですねこれは。もうなんか1.5 時間前って細かい大人になったらそば派になった。あー確かに味覚変わりますもんね40年。いやそんなね、そんな 40? もう すごいけどなんかコンビニのそば、あーね、コンビニ、私はローソンではなかったですね。そうミニマートだね、ミニマート、うんちょっとごめんなさい、セブンイレブンではないっていう。きしめんよりそば、ああそうねお迎えちゃうわい、セブンやないんかいごめんなさいそうそうなんですよ。次からはあの気をつけるんでファミリーマートはなんて呼びますか。あああれですよね、地域によって呼び方が違うみたいな。ファミマかな。鹿児島のおそば美味しいよ。私そう、あのね、ざるそば以外にもね、鴨ネギそばとかめちゃくちゃ好きなんですよ。そうそうなんですよ。だからもしみんな知ってたら、鴨ネギそば合ってますよね、が美味しいお店教えてください、メールの返信とかでということで、ハンです、読み上げます。13位の人から、ちょっと近づいちゃいますね、メンゴー。13位はだが断るさんです。12位はゆうさん。11位はりゅうじさん。10位はからあげさん。9位はハマさん。8位はたかちゃんかものはしさん。7位はけんごろうさん。6位はピアニッシモさん。5位はぷーちゃんさん。5位はぷーちゃんさん。4位はともちゃん。3位は姫のっちさん。2位はサティさん。そして60日目の1位はドゥ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 バン、たかさんでした。おめでとうございます。ありがとうですし、ということでお礼を書きます。ダブルでお礼だよおめでとう、おめでとう。すごい危ない、ペン開けっぱなしにしてた。1位、おめでとうですし、やっぱラッコマークをつけてらっしゃるから、ラッコを書いてみますね。あの何も見ずに書いてみます。
あるんか。あー、かわいいんじゃない。はい。あり、1,2,3,4,5,6みやびよりよし。本物は尻尾あるね。あ、でもそうダメですよ。そう、コメントねちょっと見ないようにしてたんですよ。コメントしてくださるかなって思ってたから。はい、こんな感じです。おめでとう1位。1位おめです。犬ちゃうわい。あ、こっちですよ、あのラッコ。私が何も見ずに描いたラッコです。あ、自由うまい、ありがとう。ラッコ、あとでちょっとね、あの拡大させますね。かわいいでしょ。あの、おめでとうございます、1位。おめー、あ、ラッコ感結構伝わる。あ、よかったみたい、ありがとう。そう、こう、これですよ、これ。シナモンロール、なんとなく。あの、ぜひね、スクショしてもらって。ありがとうございます。ありがとうございました。改めて60日、ありがとうございました。たくさんお祝いしてくれてありがとう。それじゃあ今日の配信こんなくらいにしたいと思います。ありがとうございました。おやすみやみです。バイバーイ。